はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。ですね、今回はチューハイです。はい、以前飲みました。キワ絞りです。なんでも、もう一回やるねんって言うと、ここにですね、ほら、ローソン、これ、バリューラインの、これローソンストアのマークがついて、パッケージが変わったみたいですね、これ。はい。で、パッケージ変わったから、なんか全部変わったのかなと思ったんですけど、おそらく変わってない、ではないかと思われますが、一応パッケージ、変更されたんで、これ俺5つ星つけましたからね。確かね。まあ、買ってみました。ローソンストア100で100円で売ってました。確か、100円だよね。手絞り感覚、キワ絞り贅沢果汁、グレープフルーツチューハイ。キワ絞りのグレープフルーツ味ですね。果汁が 30% 入っておる、入っていて、アルコール度数 6%。原材料名がグレープフルーツ果汁と醸造アルコールと、加糖ブドウ糖液糖と食塩、炭酸、酸味料、香料。これ食塩入ってんだよね。まあ、だからなんだっていう話じゃない。なかなか入ってないですよね、普通のね。あれってね。久々にね、また。これもなかなか売ってないんだよ、実際。実際。なかなか売ってないんだ。置いてある、ところとないところが。乾杯。あ、ちょっとやっぱり。やっぱ食塩の味するな。ちょっとしょっぱいもんね。ロースト100。ロースト100。ロースト100で出ない。ローソンストア。100。あ、バリューライン、ほら、ローソンストア100の、公式サイトの商品情報のところに、出てますね。キワ絞り、グレープフルーツ味とリンゴ味とパイナップル味。このパイナップル味とリンゴ味も買ってきましたね。これ美味しいんですよ。うまい。豊かな果実感と深みのあるコクが特徴です。アルコール度数 6% ですと書いてあります。これ以前リスナーさんにね、キワ絞り売ってないって言われて、あ、やっぱ売ってるところと売ってないところあるなと。これは100円とは思えないね。クオリティが。味濃いし、ちょっとしょっぱめで、で、酸っぱいし、グレープフルーツだし、で、そこそこ甘いし、ね、砂糖っていうより、あれだね、糖類、加糖ブドウ糖液糖が入ってて、で、食塩が入ってる。糖類は入ってないのね。あくまで加糖ブドウ糖液糖やから。加糖が入ってるみたいな。昔なかったもんね、リンゴとパイナップル味ね。それもちょっと楽しみなんですけど。どうせならこれグレープフルーツ味じゃなくて、レモン味も出してほしいですね。果汁 10% ぐらいのレモン味。リンゴ味が、
果汁 50% 使用で、アルコール度数 4%。あ、4% なんか。パイナップル味が 30% 果汁を使用して、アルコール度数が 3% ってなってますね。これちょっとあれやな。グレープフルーツ以外は、なんか、ちょっと、ダメかもしれんな。まずいかもしれん。まあ、他にもね、まあ、俺は買わないけど、チューハイはいくつかあるんです。チューハイストロング9ドライ。アルコール度数 9% の。糖類ゼロ。ただし甘味料が入ってるっていう、いかにもあれのパターン。糖類が入ってなくて、甘味料も入ってないんだったら買うけど、糖類入ってなくて甘味料が入ってるっていうのが一番ダメやねん。俺の中で言うと。だって味が全部甘味料の味や。甘さが全部甘味料でできてます。でも詳細情報が書いてない。詳細のあれは書いてないですね。栄養成分的なのとかね。これは製造者が、参考食品か、参考食品工業、広島県の会社。やっぱうまいな。これでお前この果汁感があって、この果汁感と値段100円でこのクオリティでいくと、すげえな。ローソンストア100パネーラーです。これはうまいっすね。多分前のとは多分変わってはない。味は変わってないと思うんだけど。うん。味っていうかその、やっぱ塩が入ってるのがこれ。あれ、ソルティードッグみたいな感じ。ほんのりしょっぱいもんね。これはうまいわ。味がもう。ちょっと甘すぎるっていうか、甘いけどね。甘いっつうか、酸っぱくて苦い。グレープフルーツやから、ね。まあ、果汁 30% 入ってるっていうのはなかなか、ね。あの果汁感がすごい。まあでも甘味料が入ってないだけあれっしょ、そんなに甘いっていうか、あれもないし。で、さらに言うと、これが108円。
アルコール度数 6% 入って108円、4445で。ご視聴ありがとうございました。